前の告白、クラスのライムグループに拡散しといたから。いや、なんでもないし。お久しぶり。最近元気ないんじゃない？いいえ、私の会員よ。昔はちょっとでも嬉しいことがあったらすぐに連絡よこしてくれたのに。はあ、何かあったよね。差し支えなければ私に話してみてちょうだい。だったわね。やれやれ、どうしてこうも都会の女ってのは面倒なのが多いのかしらね。それは間違いないわね。ね、福岡の街で暮らしてみない？私の出版社で新しいプロジェクトを立ち上げててね、今とっても人手が必要なの。私の長年の夢でね、絶対いいものにしたいの。もし力になってくれるならもう100人力よ。その通り。もちろんあなたが心配なのは本当よ。中退？何言ってるの。こっちの学校に通えばいいじゃない。つてでバイト OK なとこがあるわ。そういうこと。授業を手伝ってくれるなら、家賃や光熱費もろもろ私が持ってあげる。その分きっちり働いてもらうけどね。悪い条件じゃないと思うけれど、
どうかしら。この町に来ればきっと何かが見つかるはずよ。一からやり直してみない？いい返事、期待しているわね。この町に来ればきっと何かが見つかるはずよ。私に言いたいこと？全然いいけど。え？嘘でしょ？そんな急すぎ。もう決まってるの？してんの？いや、なんでもない。
ありうまい。皆さんもぜひ福岡グルメば堪能してください。ねえ、ロカトちゃん食べてる。ずるいよ。2つ目の魅力は住み心地のいいコンパクトシティ。近くにまとまっていて交通の便もいい都市構造のことです。住みやすい街1位に選ばれとう本町は、緑があふれゴミゴミした都会の喧騒もなかとです。魅力的なスポットがいっぱい。本スタ映え間違いなしの糸島、癒しの景観が魅力の大濠公園。私のおすすめはもちろん JR 博多シティ。九州最大級の駅ビルなんですよ。他にも魅力的なスポットがいっぱい。みんなもぜひ行ってみてください。そして最後に紹介する魅力は、三大美人に数えられと福岡美人。目鼻立ちがはっきりしとって色白美肌が特徴です。やっぱり私たちのことだね。色白美肌の秘訣は日本海側特有の短い日照時間と DHA 豊富なお魚を食べる食生活と言われています。